セルパンセルパンは、金管楽器の一種である。19世紀半ば以降は起用されることがほぼなく、小楽器の一つとみなされる。セルパンは、マウスピースコルネット族の低音、金管楽器である。ホルンボステルとザックスは、その楽器分類表で、トランペットの傍らにこのセルパンを置いている。蛇に似た形に曲げられた長い円錐型をしており、これが、名前の由来である。 金管楽器に一般的なバルブではなく木管楽器のような男を持つ。木製で素材は主にウォールナットが使われていた。早期の方ではリコーダーのように男にはキーが付けられていなかったが、後のものではクラリネットのようなキーを備えている。音域は楽器や奏者に応じて異なるが、概して中央波音の上下量をオクターブに及ぶ。しかしながら、 18世紀以来のいくつかの文書は、この楽器は、中央波音の上、2オクターブ以上の音にまで届くとしている。また、中央波の2オクターブ下まで及ぶものもあり、中馬発明以前は、金管の低音楽器としても使用された。セルパンセルパンは、当初、単旋律成果の音量の補強に用いられたと、考えられる。18世紀の中頃、この楽器は、 文学体で使われ始めた。また、純音楽の分野でも、メンデルスゾーンが公共局第5番において、金管楽器の低音の補強のために使用している。しかし19世紀になると、セルパンはオフィクレードにとって変わられ、さらにオフィクレードは、バルブ化された金管楽器であるチューバ・ユーフォニアムによって取って代わられた。以降、このセルパンやオフィクレードが実演に用いられることは、 ほとんどなくなったが、多くの原型が、未だ現存しており、古学の演奏会などで使用されることがある。題名のない音楽会で、絶滅器具の楽器として紹介された。セルパンの編集には、バスホルン、または、ロシアンバスウーンと呼ばれる、本質的に同じではあるが、元々の曲線的な、形状よりも単純な、現代式のファーゴットのように折り曲げられた管で、 構成された形状の楽器がある。より新しい編集にはバスホルンとオフィクレードとを掛け合わせたオフィモのクレードがある。これは一般的でなく今日ではいくつかの例があるのみである。また今日ではより大型のアナコンダという冗談メータ名前を持つ楽器も少ないながら制作されている。ありがとうございます。